ニブレシです。キャンベツです。チコリータです。はい、というわけで今回ですね、はい、おすすめカードを紹介していこうと思います。はい、行きましょう。はい、今日ついにですね、カードリスト公開されました。全部公開されましたね。オールスターズリスト。オールスターズ。オールスターズ。はい。はい、今回はこのリストが公開されましたので、その中からですね、僕らが思うおすすめカードを5枚ずつぐらい紹介するベスト15のコーナーになります。ベスト15のコーナーやっていきましょう。はい、行きましょう。じゃあまずはエントリーナンバーワン、チカリータから。チカリータから。テーマは、オールスターレベルの特性を持った奴ら。いいですね。紹介していくぜ。行かれた奴らを紹介していくぜ。まずデデネ GX。いいですね。はい、これ説明するまでもないよ、もうこれはもうデデチェンジですよ。デデニーですよ。みんな大好きデデチェンジができます。はい、一生していたい、もうチェンジチェンジで一生デデチェンジしていたい。人生は止まってる時間なんてねえんだと。ないんだと。俺はデデンネジトラッシュトラッシュっつって、トラッシュトラッシュ、辛い思い出全部トラッシュ。俺はデデンネ GX の人生を教わりましたよ。そうですね。はい、さらにアローラ急行 GX、 これもみんながね欲しかったカード、はい、また戻ってきました。不思議な導きで ね進化したら好きなカード2枚持ってこれますって、はい、もうこれも強いですね。不思議なミートが持ってこれますからね、はい、最近はタグコールとか持ってこるからね。そうですね、強い強い。タグコールがどんどんね強くなっていく環境にありますからね、かなりいいんじゃないでしょうか。でもあとは GX でいうと、まあ、ケルニオ GX もね、いいですね、はい、こちらもね強力なタグ環境ではかなり強いですよね。強い、はい、まああとはこれ僕再録されたのすごい嬉しいのが、願い星のジラーチ、まあ、これも正直説明するまでもないですけど、もうこの興奮だけで伝わってくれたらいいなっていう、はい、願い星出そう、また来たぞっていう、願い星出す、願い星出す。あとはそのまたね、欲しいカードを持ってきやすいという意味ではビジョンがね、エアメールの特性を持ったビジョンがこちらまた出るんでね、はい、結構世界大会の配信でも結構使われててね、はい、うち博士から、そう、HP60 なんですね、進化ポケモンだけど60だから、はい、次博士から持ってこれて、うん、エアネイルの特性でね、うん、2枚見て1枚って普段かなりお手軽に弾けるんで、今後ピザの強化上がっていくんじゃないかなって気がちょっと僕しました。そういうポニータ石井の読みもありつつの、はい、まあ、僕のベスト5。おー、ベスト5。いいですね、はい、はい、ありがとうございました。チャナツのテーマはとても強いアタッカーじゃん。いいですね。いいですか、はい、まずはミュート&ミュー GX。 はい、はい、ご存知、セレブも出たばかりだから、はい、そう、はい、特性強いんでね、うん、これでどんどんいろんなポケモンの技を使っていきたいなと思います。確かにミュート&ミュージックスがね、はい、早速再登場と。嬉しいですね。すごい嬉しいですね。いろんなさ、ポケモンの技使えるからそれも楽しいなと思って。楽しいしね。次は炎5といえばこれですよ、レシオン&リザイオン GX、うん、はい、はい、もうこれはもう各大会で優勝かっさらってますから、 VV 言わしてますからね。言わしてますね。オールスターでこれは外せないっすよね、本当に、うん、はい、であとピカチュア&デクラム GX、はい、間違いないですね。強いですね。間違いない。山田から3枚雷エネルギーも持ってこれるから強いかなと思います。加速攻撃できますね。そう、早い攻撃ができる。あと私がよく使ってたガブリアさんのギラティナ GX。 おもう夏が趣味で使ってるやつ、うん、そう、使ってるやつなんですよ。これも強いんで、はい、GG&GX がすごい好きなんで。おお、そう、追加でエネルギーついてると相手のポケモン2枚トラッシュできるし、はい、強いなと思います。強いですね。あとはポケモン GX 以外にもいろいろいるんですけど、うん、サンダーとかどうですか。サンダーいいね、はい、サンダーいますね。さっき言ってたジラーチと、そう、ジラーチサンダーとか、うん、よくみんな使ってると思うんですけれども、はい、おすすめかなと思います。素晴らしい、はいはい、サンダーは場所で聞いてるとね、ダメージが上がることなんで、うん、はい、ジラーチの特性使ってから逃げてサンダーっていう、はいはい、このパック、そう、ゼロ裏も入ってますからね。あ、そう、はい、そういいですね。確かに雷も相当組みやすいですよね、うん、組みやすい環境だと思いますね。しかもこのサンダーは、はい、絵柄もまた新しくなってるんですよね。あー、確かに海外仕様になってますよね、うん、はい、おー、それもまた冷たいなと思いますね。今回そういう感じで結構その3台限らずイラストが違ったりするケースもあって、うん、はい、例えばこのポケモン通信とかがね、うん、こんな感じのこれちょっと可愛い、可愛い感じのタッチだったりとか、うん、可愛い、集めたい、はいはい、こういうのも結構あったりするんで、ぜひ、うん、まだカードリストに載ってないものもあると思うんでね、はい、ぜひ探してほしいなと思います。はい、僕から本で一緒に行きましょうか。お、お願いしますよ。僕はじゃあ新カード部門からいきましょう。おー、はい、まずなんといってもオーロット&ヨノワール GX ですね。はい、まあ、嫌がらせできるタッグチーム GX として非常にお勧めできるカードで、はい、本当にこれは結構ね、
使ってみると普通に強いっていう感じが出てくるポケモンかなと思いますね、はい、あとねポケピー&ピー&ペプリン、はい、GX これも非常に面白くてですねこっちはもう結構ロマンもあって一撃相手をゲームを終わらせて決めることができるカードなんでシュープリーム GX そうですシュープリーム GX 決められるんでぜひねちょっと決めたいという意味でおすすめですはい、はい、あとイワシ GX ですねイワシ GX もイワシいっぱい並べて打点がボンって出るんで、はい、まあ結構使ってて楽しいデッキなのかなと思います、うん、はいそして GX 以外ではこちらエルフンですエルフンはい来たはいロストマーチでできてます、うん、ちなみに今回はロストマーチのエルフン以外にもねまたポポポポハネッコそれからネイティーまで入っていて、はい、ロストミクサーも入っていてキャラもまで入ってるのでおロストマーチで逆しかも新カードエルフンも入れられる楽しい楽しい楽しいそして、はい、こちらブースターですはい、はい、ブースターブースター30打点が上がるのいいっすねいいっすねちょっとブースター GX デッキみたいなと正直思います、はい、あとは今回はブースターだけじゃなくてシャワーズ・サンダースっていうカードもね使用しますので、はいまあ、こういったカードを重ねていくとね結構イーブイの進化系デッキがね楽しく使えるかなと思いますので、うん、おすすめです、はい、というわけで今回ね15枚この感じで紹介しましたけれど、はい、今言った以外にもねサポートグッズ系でも、まあ、リセットスタンプだったり、うんうん、プリシャスボールだったり、うんミステリーレジャーだったりっていうね結構いいカードたくさん入ってるんで嬉しいですね、はい、ゲットしてほしいなという感じです、うん、そして他にもですね、うん、今回はですねなんとエネルギーのスーパーレアがあったりとかおーっていう話もありますし、はい、あとはミラーカードミラーカードちょっと光り方が違うようなカードも1パックに1枚入ってるらしいとランダムに、はい、1パックに1枚確定入ってますすごくない素晴らしい何が入ってるか分かりますいつもよりいろんな面白いところがあると思うの で, そうです、ね、ぜひ探してほしいなと思いますはい、はい、というわけで今回は以上です皆さんぜひ今回のタッグオールスターズ買ってください、yeah. それではまた次回また次回また次回